ィリアム、官兵衛殿が船員を手配してくださった。わしは大阪におられる家康様へ石田方の動きを伝えに参る。早速毛利へ向かう長政殿と共にリーフレ号で大阪に向かうことにいたそう。あのあやかし、噂に聞く海坊主、いかにお主とて歯が立つまい。リーフデ号もひどいありさまじゃ。ひとまず秋に寄るとしよう。長政殿は親族にあたる平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。しかし左近殿でも毛利の調略は難しかろう。
Thank you.